さあこれから今世の目的を探るそんな瞑想を行ってみましょう。意識を第一チャクラ尾低骨のあたりに向け何度も深呼吸をしてください。次の音を聞きながら、そして尾低骨のあたりが温かな赤色に満たされていくところを想像しましょう。尾低骨のあたりが温かな赤色です。ファーナル、大地のエネルギーと大地チャクラがしっかりとつながっているところをイメージしてください。そうしていると大きな安定感を感じ、とってもいい気分です。今度は意識を第二チャクラ下腹に向け何度も深呼吸をしてみましょう。次の音を聞きながら、そして下腹が温かなオレンジ色の光、下腹が温かなオレンジ色の光で満たされているところを想像しましょう。生きる希望にあふれ、人生を情熱的に生きている様子をイメージしてみてください。そうしているととってもいい気分です。今度は意識を第三チャクラ水落ちに向け何度も深呼吸をしてみましょう。次の音を聞きながら、おー、そして水落ちがきれいな黄色、水落ちがきれいな黄色に輝いている様子を想像しましょう。おー、宇宙の霊知の導きによって大きな自信が湧き上がってくる様子をイメージしてみましょう。そうしているととってもいい気分です。おー、雑念が浮かんできたらそれを頭の中で展開させることなく、目の前にとうとうと流れる宇宙のエネルギーの流れをイメージ、その中に投げ込んでしまいましょう。さあ今度は意識を第四チャクラ胸に向け何度も深呼吸をしてください。次の音を聞きながら、あー、そして胸がきれいな緑色、胸がきれいな緑色に輝いている様子を想像しましょう。あー、そして想像力を100万倍働かせて自分自身を愛している様子、他者を愛している様子をイメージしてください。そうしていると他者からも愛され、無条件の愛のエネルギーを感じることができと、とってもいい気分です。あー、さあ今日は第五チャクラ喉に向け何度も深呼吸をしてください。次の音を聞きながら、そして喉が美しい青色、喉が美しい青色に輝いている様子を想像しましょう。
して想像力を100万倍たらせて、自分の思いを自由に人に話している様子、人の話も心よく聞いている様子をイメージしてください。素晴らしいコミュニケーション能力を得ることなんてきっととってもいい気分です。さあ今度は意識を第六チャクラ、頭の中心に向け何度も深呼吸をしてみましょう。次の音を聞きながら、いそして頭の中心が美しい藍色、頭の中心が美しい藍色に輝いている様子を想像しましょう。いそして想像力を100万倍当たらせて、真実を見通し直感力にあふれている様子をイメージしてみましょう。アイデアがどんどん湧いてきてとってもいい気分です。いい眠気に襲われそうになったら、手足の筋肉にちょっと力を入れて何度も深呼吸をしていると眠気が退散してくれます。さあ今度は意識を第7チャクラ、頭頂に向けて何度も深呼吸をしてみましょう。次の音を聞きながら、そして頭頂が美しい紫色、頭頂が美しい紫色に輝いている様子を想像しましょう。想像力を100万倍働かせて、自分自身が工事の世界とつながっている様子を描いてください。すべてを理解し、すべてを知る、すべては一つであるというワンネスの世界のイメージ的とってもいい気分です。さあこの高い意識状態において今世の目的を探る、そんなことを行ってみましょう。まず想像力を100万倍働かせて、意識を頭上遥か彼方に向けてください。宇宙の中心から美しい光の玉が一つ皆さんに向けて近づいてきます。そうです、その光は皆さんのガイドの光、皆さんの内なる H の光です。想像力を100万倍当たらせて、美しい光の玉を思い描いてみてください。大きさはどんな大きさでも構いません。さあそしてその光の玉がどんどん近づいてき、皆さんの目の前に止まります。さあ皆さんは内なる H ガイドに出会えたことに感謝をし、その光の玉を観察していると、やがてその光の玉は人型に変化をしてくれます。皆さんが大好きなヒーローでもいいですし、尊敬する人でも良いですし、なんか懐かしいなというふうに感じる方でもいいですし、親しみを持てるその人型思い描いてみてください。理想化された自分自身でも構いません。さあそしてうちなる位置に出会ったことに感謝をし、足を一歩前に踏み出すと、うちなる位置もスーッと近づいてきてくれます。うちなる位置のことを抱きしめてあげてください。うちなる位置の髪の毛、衣服、体温、香り、温かさ、冷たさ、硬さ、柔らかさ、さまざまな感覚を楽しんでください。そしてさらにギュッと抱きしめると、うちなる位置、そのエネルギーは皆さんの体の中にスーッと入ってきます。うちなる位置のエネルギーが体の中に入ってき、とっても力強くなっている自分自身を感じ取ってみましょう。
足のつま先、手の指先、頭のてっぺん、さらには髪の毛の先端に至るまで、宇宙の H のエネルギーでみなぎります。さあ、これで、いろいろなメッセージをどんどん受け取ることができるようになりました。宇宙の H の名前も聞いてみてください。名前らしくない名前が浮かんできても構いません。それを一番髪の毛のところに書いておきましょう。さあ、そしたら内なる位置に聞いてみてください。さあ、内なる位置、まず自分自身の人生のパノラマ、人生のパノラマを見させてください。そのように伝えてください。そして人生のパノラマ、そのパノラマを観察してみましょう。樹木の枝葉に感じてもいいですし、丘の上から麓を見下ろしているような感覚で人生のパノラマを撮ってもいいですし、扇子のように生まれたところが要のところで末広がりのような感じでもいいですし、その人生のパノラマを観察しているとあなたの人生が一望できます。そして選択肢の真ん中を通っている道、あるいは人気が光り輝く選択肢の連続が魂が含めた人生の幹線道路です。さあ、それらを想像力を100万倍当たらせて思い描いてみましょう。はっきりと見えなくても構いません。なんと話に目の前に人生のパノラマがあるんだと、そのように思い描いてみてください。そしてパノラマの入り口のあたりのところに両親の魂があなたのことを待っててくれます。さあ、両親の魂感じ取ってみましょう。まず一番最初はお父さんを感じ取ってみてください。一番最初はお父さんのことを感じ取り、そして宇宙の位置に聞いてみましょう。その人、その魂を父とすることによってどんな体験をするんでしょうか。さあ、その問いかけると頭の中にふとメッセージが浮かんできます。それを紙に書いてください。どんなことでも構いません。書き始めると次のメッセージが浮かんできます。さあ、書いてみましょう。その人、その魂を父とすることによってあなたはどんな体験をするんでしょうか。ごくごくありふれた当たり前のことを思い浮かべて紙に書いてください。とっても愛情を持った親子関係を体験するとか、あまり自分のことを構ってくれない父親を体験するとか、いろんな技能に溢れた尊敬できる父親を体験するとか、反対に飲んだくれの父親を体験するとか、どんなものでも構いません。頭の中に浮かんできたことをどんどん紙に書きましょう。全部書いてることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ、内なる1回で2歳に聞いてみましょう。その人、その魂を父とすることによってどんなことに気づき、どんなことを学ぶか、気づきや学び、はい、書いてください。画面を描こうとするのではなく、とにかくどんどん描いていく、それを行ってみてください。これに慣れてくると明暗が浮かんできます。最初のうちは自分の思考か
無茶な位置からのメッセージか区別がつきません。それは気にせずにどんどん書いていく練習をしていってください。練習ノートレだと思ってどんどん書いていきましょう。それを書いてることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ今度はその人その魂を必要とする目的を紙に書きましょう。必要とする目的を紙に書きましょう。お願いします。最後に書いてることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ今度はお母さんについて書いてみましょう。その人その魂をハートすることによる体験は何なんでしょうか。紙に書いてください。さあ書いてあることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。
じゃあ今度はその人、その魂を母とすることによる気づきや学びを書いてみましょう。気づきや学びを書いてください。面を書こうとするのではなく、書き始めて、書き始めてみてください。そうするとメッセージがやってきます。ごくごく当たり前のことではないです。どんどん書きましょう。下に書いていることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ今度はその魂をその人を母とする目的は何なんでしょうか。母とする目的を紙に書いてください。今書いていることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。今度はその次のページです。これまでに出会った重要な人、重要な人というのはよく似てきて熱くですよ。大きな影響を与えた人、さあその人に出会い、その魂に出会い、どんな体験をするんでしょうか。その体験を紙に書いてください。重要な人一人、
下の書いてることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。今度はその人にその魂に出会い、どのような気づきことに気づき、どのような学びをするか、気づきや学びを書いてください。気づきや学び、このまでに出会った重要な人、その人に出会い、どのような気づきや学びをするか、16分目です。下の書いてることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ今度はその人に出会う目的は何か、その人に目的は何か書いてください。さあ今書いてることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ今度はこれからの人生で出会う重要な人、未来に出会う重要な人、そんなキーワードで思い浮かんでくる人に関して、その人とその魂との出会いとどんな体験をするのか、紙に書いてください。これから出会う重要な人、具体的にその人は浮かんでこなくても、その人とこんな場所にいるような感じがするというのから書いていくと、だんだんはっきりしてきます。その人とこんな場所にいて一緒に何をしてるんでしょうか、その体験をどんどん書いてみてください。
さの書いてることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。今度はその人にその魂に出会い、どのような気づきや学びをするのか。その人にその魂に出会い、どのような気づきや学びをするのか。ここに書いてみましょう。今書いてることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ今度はその人にその魂に出会う目的は何でしょうか。その人にその魂に出会う目的を紙に書いてください。線を書いてることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。今度はその次のページです。そのような人々に出会うということがあなたの人生の体験でした。そのような人生の体験をするということはあなたの人生全体での気づきや学びは何でしょうか。あなたの人生全体での気づきや学びは何でしょうか。紙に書いてください。
その書いてることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。今度はそのような人生の人々に、いろんな人生で人々に出会い、そのような気づきや学びをするということは、あなたの人生全体での目的は何でしょうか。あなたの人生全体での目的は何でしょうか。考えてください。書いてることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ、そしたらそのような人生全体での体験、気づき、学び、目的、それから感じ取って、ガイドに聞いてみましょう。あなたは今、人生の幹線道路上にいるでしょうか、いないでしょうか。幹線道路上か否か、その上か否かのところのどっちかに丸をつけてください。丸をつけたら目をつぶって深呼吸を3回しましょう。さあ、そしたらガイドに聞いてみましょう。これからどのようにすればより良い方向に進めるでしょうか。これからどのようにすればより良い方向に進めるでしょうか。皆さんが思い通りの人生を歩んでいくためには何をすればいいか聞いて紙に書いてください。
今書いてることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。そしたらガイドを感じ取ってみましょう。ガイドを感じ取ってガイドに出会えたこと、そしてこの人生の目的をしっかりと感じ取ったことに感謝をしていると。ガイドは皆さんの目の前にスーッと姿を現します。さらにガイドに出会えたことに感謝をしていると、ガイドはひとまたから光の玉となって宇宙の中心に戻っていきます。見送ってあげてください。さあガイドを感謝とともに見送ったら、意識をゆっくりと肉体の置かれている時間と空間に戻します。さあ激しい運動をした後に呼吸を整えていくように、それぞれのチャクラのエネルギーを沈めましょう。第7チャクラ、頭頂のエネルギーが沈まります。第6チャクラ、頭の中心のエネルギーが沈まります。第5チャクラ、喉のエネルギーが沈まります。第4チャクラ、胸のエネルギーが沈まります。第3チャクラ、水落ちのエネルギーが沈まります。第2チャクラ、下腹のエネルギーが沈まります。第1チャクラ、尾低骨のエネルギーが沈まります。意識をゆっくりとゆっくりと戻しましょう。意識が戻ってきたら、手と足の指先を曲げたり伸ばしたりしてください。手首、足首を曲げたり伸ばしたりしてください。体全体の筋肉にグッと力を入れて意識をしっかりと戻しましょう。意識が戻ってきたら、軽く伸びをしてゆっくりと目を開けてください。